はいどうも、はるかです。本日はマウスコンピューターさんから製品の貸し出しの協力をいただきまして、マウス K7 の方を紹介していこうと思います。このチャンネルではガジェット等を、紹介しておりますので、よかったら高評価とチャンネル登録の方していってください。それでは早速始めていきましょう。はい、じゃあ最初にね、マウス K7 どういった製品かというのをご紹介したいんですけれども、一般向けモデルのマウスブランドから販売されているパソコンでして、17.3 型のね、大画面モニターを採用していますので、非常に視認性、作業性のいいノートパソコンということになります。しかもですね、これ専用グラフィックを採用しておりまして、ちょっとしたねゲーミングパソコンみたいな使い方っていうのもできてしまう、そんなパソコンになっております。それどういうことなのということで、マウス K7 の、ね、構成内容の方確認していきたいんですけれども、 OS は Windows ですね。で CPU の方が Core i7-12650H ということで、ちょっと、ね、世代的には前のものにはなるんですけれども、10コアの、ね、パワフルな CPU になってますんで、普通に、ね、使う分には全然パフォーマンス面で心配はいらないような、高性能な CPU になっています。でグラフィックスの方がね、GeForce RTX2050 搭載ということで、従来搭載されていた GTX1650 あたりよりもね、非常に高めの、描画性能を誇っておりますと。これによってですね、パフォーマンスが上がっただけではなくて、リアルタイムレートレーシングとか DLSS とかね、フレームレートを向上させるような機能も使えるようになってますんで、その辺もね非常に期待が持てるようになったということでございますね。で、メモリが 16GB で、SSD も 500GB、Gen4 ということで、当たり障りのないところのスペックかなと思います。マルチタスクとかがね多い方は 16GB からメモリを 32GB とかにねしておくと安心なんじゃないかなというふうに思います。でパネルの方が 17.3 型のフル HD ということで、13型とかね14型15型に比べて非常に大画面ということで、迫力のある映像を楽しめるようになっています。実際ね久しぶりに17インチ使ってみたんですけど、めちゃくちゃ画面見やすかったです。自分のね目の老化も改めて認識する結果になってね、ちょっと悲しい思いもしたんですけれども、非常にね最近目がちょっとしんどいんだっていうような方にもおすすめできるような製品なんじゃないかなと思います。自宅利用とかね最近する機会も増えていますんで、そういった方にもおすすめできるかと思います。はい、さらっとインターフェースのところも触れておきたいんですけれども、ディスプレイは背面の方にミニディスプレイポートと HDMI っていうのを搭載しています。で製品のモニターと合わせて3画面使うことができますんで、マルチディスプレイね使いたい方も結構おすすめです。しかもね専用グラフィック搭載しているんで、一般向けモデルでね、例えばプレゼント化しているときにもたついちゃうよみたいなところで困っていた人なんかには、こういうね高性能なノートパソコン使われるといいんじゃないかなというふうに思います。それとね、あとタイプ C も搭載しているんですけれども、こちらはね画面出力の方に対応していないということですので、ご注意ください。であとねちょっと個人的に気になったのがカードリーダーなんですよ。17.3 型で、大きい筐体採用しているので、ミニ SD カードっていうんですか、マイクロ SD カードではなくてフルスロットのね SD カード対応してほしかったなっていうのが、ちょっと個人的には残念ポイントでございました。でここからはね開封の方していきたいと思いますけれども、マウスコンピューターさんね、BTO パソコンメーカーさんの中でもアフターサービスとか品質には非常に定評のあるメーカーさんでして、梱包もね個人的にはとても丁寧になってるんじゃないかなと思います。で開けてやると、ブラックを基調としたデザインですね。はい、で、これ下の方も開けてみるんですけれども、ここにはね保証書とか、簡単な、ね、説明書みたいなもの ご案内が入っています。で右側には AC アダプターですね。これ結構薄型で、ちょっと軽めって言えばいいんですかね、いろいろ重いのところあると思うんですけれども、個人的にはね結構軽いタイプかなと思いました。
でこちらはね電源ケーブルですね。まあ本当にこの辺は当たり障りない感じですね。いや個人的にはちょっとここがね紫になってるのがかっこいいなと思いましたね。黄色じゃないんだ。はい、でこちらがまあ製品の全体像って言えばいいんですかね、開けた状態ですけれども、ブラックを基調にした感じで、まあ、ブランドロゴがね、背面に入っておりますと。ちょっと AF が暴れて申し訳ないんですけれども、これを開けていって、お布様を取ってやるとキーボードですね。結構まあ柔らかめのキーボードではあるんですけれども、サイズが大きい分だけね非常に打ちやすかったです。でまあ電源の方ですね、ポチッとしてやるともちろんねバックライトも搭載しているので、まあこれねいろいろ、まあ、設定の方もしていけると。でまあ日本語キーボードの方もね、そんなに配列に癖があるわけでもなく打ちづらいわけでもなく、まあ点キーも、装備してますんで、まあビジネス的なね使い方もできますし、あとねこのトラックパッド、タッチパッドですか、非常に大きいんですよ。男性の片手いっぱいぐらいあるので、マウスがなくてもね結構快適に作業ができるんじゃないかなというふうに感じました。はい、じゃあまあ続いてね性能面の方をチェックしていきたいんですけれども、まずは CPU、Core i7 の 12650H が搭載されているマウス K7 なんですけれども、まあ最新のね、第13世代 i7-13700H と比較すると、まあ、5000ぐらいスコアを落とすような形、まあ大体 20% ぐらいかな、落とすような形にはなってるんですけれども、十分ね、高性能でいろんな用途で使っても基本的に性能不足を感じるような、パフォーマンスではないです。従来搭載されていた Core i7-10750H と比較するとね2倍近いスコアが出ていますんで、ここ数年ね CPU 更新してないよ、ノートパソコン更新してないよっていう方は進化の度合いにねかなり驚くんじゃないかなというふうに思います。でね、まあ実際の処理能力どうなのよっていうことで、ローゲン像をね100枚やらせてみたんですけれども、 Core i7-12650H は2分40秒で作業を完了しております。上位 CPU の Core i7-12700H やCore i7-13700H と比較しても、まあ、10秒とかねそのぐらいの差にしかならないんですよね。まあはっきり言って処理能力は十分な水準に達していると思いますんで、まあ、写真編集とかね動画編集楽しみたいよっていうような方が選んでもまあ問題ないのかなっていうぐらいのパフォーマンスになっております。ね、まあ本当に動画編集やらせて大丈夫なのっていうことで実際ね、使ってみたんですけれども、マウス K7 ね、フル HD クラスの、まあ、書き出しっていうことなら、全くねもたつくことなく、作業を完了することできました。例えばねゲームしながら実況配信したいとか、まあ、4K のね動画を編集したいとかね、まあ、かなり長い長時間の動画、30分1時間あるような動画作りたいっていう人はちょっとね物足りない可能性はありますけれども、それよりもねもっとライト層、もう本当にフル HD で簡単な編集しかしませんみたいな人であれば全然ね、問題なく楽しめるパフォーマンスを持っているというふうに感じました。なのでねマウス K7 結構ねマルチユースに使えるんじゃないかなというふうに思います。いろいろなね目的で、使っていけるパソコンだと思いますよ。はい、じゃあ続いては結構気になっている人も多いんじゃないかと思いますが、ゲーミング性能の方をチェックしました。重たいっていうね、有名なファイナルファンタジー15ですが、フル HD で、標準品質の設定で、まあ、快適という結果が得られております。これね、従来搭載されていた GTX1650 と比較すると大体まあ 15% ぐらいは、スコアアップしてる計算になるのかな。まあワンランク上の快適性は得られるようになっておりますんで、まあなんていうんですかね、本格的なゲーミング性能を持っているっていうわけではないんですけれども、息抜きでちょっと遊ぶとか画質を設定しながら遊べたらそれで十分みたいな人はね、検討に加えていただいていいんじゃないかなというふうに感じました。
はい、マウス K7 の方ね紹介していきましたけれども、この製品のねメリットとしてはやっぱりそこそこ高めのパフォーマンス、それでまあ使いどころを選ばない、無難なデザインですね。でまあ旧モデルからしっかりと進化を感じられるのも個人的にはまあ良心的というか、非常にまあなんていうんですかね、前向けに捉えられるポイントかなというふうに思いました。まあ、専用グラフィックをね搭載していないような一般向けモデルと比較すると、まあ1ランク2ランク上の快適性をもたらせてくれますんで、例えばね写真編集、イラスト、動画編集とか、まあそういったクリエイティブなことも楽しみたいとかね、ビジネス使いでも快適性をまあ得たいとかね、まあそういった方には非常にお勧めできるモデルなんじゃないかなというふうに思います。もちろんね本格的なゲーミングパソコン、それからクリエイター向けのパソコンに比べるとちょっとねやっぱり描画性能であったり CPU 性能では劣る部分ありますんで、まあそういった方はね本格的なそういったモデルを購入されるのがいいかもしれません。ただやっぱり 17.3 型大きな大画面モニターで15万円そこそこの価格でまあ実現していて、国産向けのパソコンということを考えると非常にまあコストパフォーマンスは優秀なんじゃないかなというふうに思いました。あとねマウスコンピューターさんはアフターサービス面も非常に優秀なので、まあ24時間365日のね電話サポートもついてるし、あとまあ標準でね3年保証っていうところも考えると結構ね手厚いなというふうに感じますね。あとまあ公式サイトの方だとね期間限定のセールであったり、まあ店舗即納だったりアウトレットモデルみたいなねいろいろなセールがまあ開催されていますんで、まあその辺概要欄のところにも貼っておりますんで、お得にまあパソコンの方手に入れたいという方はそちらも合わせてチェックしていただけると良いかと思います。それではね、まあ、今回の動画はここまでにしたいと思いますが、まあ、この動画がね参考になったよ、面白かったよという方はチャンネル登録していっていただけると非常に喜びます。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。